皆さんこんにちは、うぐいすじんべいです。お待たせいたしました。今日は花菖蒲のその後の苗の育て方についてお伝えしたいと思います。今日は花菖蒲の7月8月夏の管理について皆様に一緒に今までの流れでやっていきたいと思います。ご説明します。これが前回ほぐした時に、株分け、この七彩の夢っていうのがもう枯れそうな苗を買ったやつなんですね。でこれを株分けしたらもう根っこがないので子供たちはもう危険なので、お母さんの根っこをつけたまま子供たちをそのままお母さんの根っこと一緒に鉢に植え替えました。根っこをほぐしてですね。そしてお母さんはもう今ほとんどもう枯れちゃってますね、頑張ってくれたお母さんありがとう。でも子供たちはとっても立派になってきています。葉っぱ3枚とこっちが葉っぱ4枚になってますから、今年いっぱい育てればしっかりと、花の咲く、来年の6月には花が咲くようになりますね、はい。で、実はこれがお母さんの株で、これは子供たちでした。弱い子供たちでした。それとは別にですね、覚えてますか、青いやつで青龍ってジンベエさんのところに1本しかないから貴重なんですって言って株分けをした後にお母さん の, かあの1本青かった茎を、根っこを本来なら捨てちゃうんですけどもったいないからっていうことで、私が植木鉢にお母さんの根っこをこれ植えたんです、はい。その植えたところから植えてくださいって私言いましたね。必ず子供たちが出てきますって言いました、はい。見てください、葉っぱ4枚の立派な子供が根っこから出てきました。1本で、こっちにも葉っぱ3枚ちょっと弱いですけども、こっちからも1本出てます。こうやって花菖蒲は親の木はもう花の咲いた木は枯れてしまいますって言いましたけど、本当に普通は捨てちゃうんですけど、数少ない種類とかもっと大事にしたいと思えば、その根っこはね1ヶ月以上は生きてるので、こういう風にしてちゃんと植えてあげれば、ね、子供たちがちゃんと出てくるんですよ。これ青龍っていうね、青系の綺麗な花です、はい。で実はそういうのがいっぱいありまして、でこれが松の木陰っていうのも、一鉢しかなかった紫の松の木陰って言って、一鉢しかなくてもう枯れそうなやつをお店から買ってきました。でそれももう2本子供がいたんですけど、もうこれだけね、葉っぱ4枚ちっちゃいですけど、これも葉っぱも枯れそうなのも含めて葉っぱ5枚ぐらいあります。よいしょ、よいしょ、細いけど枯れ葉も混ぜれば、ね、5枚ぐらいついてます、ね。これも今年いっぱいやれば2つとも来年ちゃんと咲くようになります、はい。でこういうふうにして受け皿を置いて、受け皿を置いてここにお水がたまるように育てるんです。でもどうしてもこれからは7月は日差しが強くなるので、ね、1日1回ここに水をためてもほとんどこう乾いてきてしまいます。そうするとこう土がやっぱり白くなりますね。こうやって少し白くなります。こうやって時々土が乾いて白くなることが花菖蒲の根を育てるのにはとてもいいんですね。常に濡れていくよりもやっぱり時々こう乾くと花菖蒲が危機を感じてちゃんと根を伸ばすようになるので、こうやって夏は2日に1回毎日でもいいですけど、なるべくここに水をためて、こういうふうにですね、こんな感じで水をためて管理してください。それから、今まで同じようにしてこのようにして見てください。こうして盤中に入れてですね、お菓子とかの盤中に入れてこのようにして管理してきました。これいっぱい入ってるんですけど、今までずっともう1ヶ月以上ね、ここにこうやって育ててきましたので、こんな感じになってます。今の時期になるとやっぱり雑草も生えてきますから、でさっきの鉢なんですけども、本当に雑草がいっぱいです、ね。これ一応雑草をみんな取ってあげて、雑草を取ってあげてください、ね。片葉身とか箱目まで生えてますね。こうやって取ってあげてください、ね。さっきの青龍もね、
こういうふうにしていっぱい雑草が生えてますから、雑草を取ってあげてください。それからこれは乙女って言って、私が今年3本花が立った、でこれがお母さんの枯れた木なんですね。お母さんの枯れた花の咲いた茎がこれ1本、根っこを植えたんです、ここに。で実は3本あったんですね、花が咲いたので、2本、これが3本目、ちょっと折れちゃいましたけど、この3本の花の割った茎をここに、根っこ、茎の根っこですね、お母さんの根っこをここに植えたんです。見てください、根っこを植えたから子供が1本、2本、でこちらも1本、でこれも2本、 1本と2本ありますね。でこちらの方もよいしょ、1本2本、ですからお母さんの枯れたこの花についてた根っこ、元の根っこ捨てないで、ここに3本植えたら、それぞれに2個ずつ子供たちが生まれました。ね、2個ずつ子供たちが生まれました、ね、これをまた育てていきます。はい、いいですね、はい、さあこういうふうにして、よいしょ、はい、こちらはねちょっと根っこが大きかった稲妻っていう品種ですけれども、これもお母さんの花がこれ1本だけ咲いたんですけれども、で、あ、ごめんなさい、お母さんの花が2つ咲いたんですね。でその元にやっぱり根っこを植えておきましたので、今子供が遅れてきましたけど、今遅く植えたんで、ちっちゃな子供が2つ出てきてますね。はい、こんな感じですね。こうして枯れたお母さんの花とか根っこも捨てなければ、こうやっていっぱい赤ちゃんの芽が出てきますよっていうことですね。こちらもそうです。はい、さあそれとあとは今まで分けた小さな苗をちょっと見てみましょうか。はい、乙女っていうピンクの小さな苗ですけど、もう新しい葉っぱが上に3本出て、古い葉っぱをまずは3本ぐらいありますから、もうこれで6枚ぐらいありますね。とても小さい苗なんです。ちょっと置いてみましょうか。で私の手から比べると、本当にちっちゃい苗です。でももうこれは今月と来月、7月8月、もう9月はっきり言って10月まで成長しますから、必ずこれ来年咲きます。小さいですけど、で中にはねこんなちっちゃいなんですよ、ほら手のひらに乗っけて、でこんなちっちゃい、もうこれも本当は死にそうだったやつですけど、1本だけこれ植えました。あとは根っこがね、株分けができないぐらい根っこがなくて貧弱だった苗は、お母さんの根っこと一緒にそのまま2つ育てたんですけども、これも元気になってます。まあ今回は雨もひどかったんですけれども、なんとかジンベエさん植え替えしたのは一つも枯らさないで、梅雨を越して今元気になっています。でこういうふうにして小さいやつは小さいやつで盤中に並べてこうやって育てます。でその時注意していただきたいのは、あんまり神経質になってこの枯れた葉っぱを取らないでほしいんです。この枯れた葉っぱがついてますね、横にね、はい、あとこの横にもほら枯れた葉っぱがあるんですけど、はい、実はこれの枯れた葉っぱを、まあ、きれいにハサミで切りたいんですけれども、特に葉っぱが苗が小さい時には風とかいろんなことですごく折れやすいんですね。ところがこの端っこにこう枯れた葉っぱとかこういうのがついてるとガードになるんです。緑のこの葉っぱの横にギュッとこれついてくれるおかげで、これが支えとなって風が吹いても葉っぱが折れなかったりしっかり立ったりするので、できる限り苗、小さな苗の場合は枯れた葉っぱを取らないでそのままで育ててほしいです、ね、大きく成長した苗はもう全然問題ないですけれども、でちょっとこっちに置いてみますね。はい、今の小さいのね、本当にちっちゃい苗はこんなちっちゃいです。小さい苗はもう本当こんな小さいです、ね、でも大きな立派な苗と比べてみましょうか。よいしょ、ほらもう大きな苗はもうこんな立派です。
1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚も葉っぱついてますね。はい、もうこれはもう十分来年もう咲きます。もう咲くどころじゃなくて、まだ今年いっぱい非売して肥料をあげて育てれば、これはもう横からもうさらにまた子供たちが続々と出てきます。で、来年はこれがもう子供が何株もある、花が咲く頃にはここに子供たちがもう3本も4本も立ちます。そのぐらい立派に育てることもできます。ですから数の少ない品種は増やしたかったらですね、こういうふうにして一本一本立派に育てて、これから肥料をやるのをちょっとお見せしますけど、肥料を月に1回ぐらいあげてですね、やるともうどんどん育っていきます。はいですね、はい、乙女もこんな立派になってますね。はい。